洗濯女という役ですが、あのおとぎ話の登場人物が出てくる中で、まあ、割とどんな物語にも出てきそうな、うん、典型的な、まあ、村の女なんですけれども、まあ、あのたくましく生き延びる役ですね、うん、あのみんなが鬼成敗だ鬼成敗だって言ってる中で、それとこう、うまく間を縫いながら最後までどちらにも属さず、属してるようで属さず、結局最後まで生き延びるたくましい役です。肘沢はあの桃太郎の子分で、はい、あの犬さんと猿さんと、まあ、いつも一緒にいて、まあ、鬼成敗だってやってるんですけど、どうなんですかね、なんか結構みんなバラバラというか毎日楽しんでる人たちなのかなって、すごく家来も、はい、家来もでも桃太郎が大好きですも猿も個性的な方なので本当ですね、なんか、はい、妖犬と妖犬と日本猿は日本猿です、日本猿なんですけどなんかあの休日の競馬のおっさんみたいなで、私はちょっとなんか若い普通の女の子で、なんかこう共通点のない3人みたいな感じなんですけど、あまりにも個性的な人が集まっていて、でこの作品自体も、うん、とにかくそれこそ桃太郎、犬猿、キジ、もう姫様が出てきたり、うん、鬼も出てくるし、うん、もうとにかくいろんな個性が出てくるので、それに対して本当に個性的な人たちが集まっているので、もう本当に何この人っていう人が出てきますので、はい、あの置いてかれないように目が離せません、目が離せないと思いますよ、ね、これ言っちゃうとあれですよね、あ、ネタバレになっちゃう、あの、まあまあ全部見ててくださいもう最初から見ます、多少経験の差があったりとかっていうことはあると思うんですけど、 でも、もう何度も言ってる通り、それを補って余りある個性があるので、それをどう生かしていくかっていうことであって、あの基本的にお芝居を作る上では何も変わらないとは思います。商店街にチラシを配りに行ったり、ポスター貼らせてもらったりとかっていうのは、なんかやっぱりこのなんかお芝居やってる人たちだけでやってる時ってなかなか経験できないことだなと思って、あ、そうなんですか、はい、市民の人たちと一緒になんか、なんだろうな、その劇そやってる人たちだけじゃなくて周りもっていうのがすごくなんか いいなって思いました。あったかかったんですよ、すごい商店街の人たちが、あ、ね、またやるんですねみたいな、私は今回ここ初めてなんですけど、うんうんうん、まあ、毎回貼ってくれてるところとか、はいはいはい、なんか、あ、今回もまたやるんだねみたいな感じで、あ、まあ、でもそうやって地域が後押ししてくれるってのはいいんですよね。そうですよね、地域の中に劇場があって、うん、そこがみんなで盛り上げてくれるっていうのは、うん、いいですよね、はい、東方出身なので、まあ、大学、短大というか短大の演劇科出身なので、そうなんですか、20年ぶりに仙川に通うんですが、もうそうですね、もうそれは一つやっぱり何かありますね、とっても、あの、まあ、20年前は本当に素朴な学生街だったんですけど、はい、だいぶおしゃれな街に変わってしまって、ですよね、それはあのびっくりしてるんですけど、それでもやっぱり昔行ってたお店は残ってたりとか、一本外れた通りにあるご飯屋さんとかによく行ってたので、そうこの間行ってきたんですけど、なんかそれが懐かしくって、はい、マスターも元気で、それはそれは、はい、それでこういう形でね、またあの仙川に帰ってきたというかね、ちょっと自分としては凱旋的な気持ちで、あのしかも調布市でね、なんかそういうことができるっていうことがちょっと。あの嬉しいですね、うん、はい、よくいつも出させてもらってる劇団の稽古場が仙川なんですよ。あ、そうなんですか、はい、結構よく来るんですけど、家も上北沢なんで、あ、結構、はい、近くて、よくここ5年ぐらいはもうしょっちゅう来てるんですけど、じゃあもうなんか本当に、じゃあこの劇場のこともよくご存知だった。そうですね、劇場はできたのは知ってて、よく、あ、ここが新しい仙川劇場かみたいな、実際あの入って舞台見たのは1回見ただけなんですけど、はい、なんかおしゃれだなと思って、まあ、そうですね、はい、
すごいですよね。なんか、まあ、私たち扉座で俺死んだ正門っていう作品はもう20年前の作品ですけれども、うん、何度も上演してきまして、うん、学校公演もやってきましたし、うん、親子劇場っていうのでやってきて、だから小学校高学年ぐらい対象の親子劇場っていうものでも上演したことあるんですけど、それでも子どもたちにすごく伝わるものはあったみたいで、もうそうですね、難しいこと考えないで見てください。ダンスとか歌とかやっぱり見た目に分かりやすいものがすごく多いなと思って、服とかもやっぱり桃太郎はもう見ただけで桃太郎って思うし、そうなんですか、金太郎は金太郎だって思うし、なんかそういうお話で聞いてた人たちが実際に目の前にいるっていうのはすごく楽しいんじゃないかなって思って、そうですね。でなんか、まあ、話見ていくと分かると思うんですけど、なんかどの人がいいとか悪いとかっていうんじゃなくて、なんかみんなみんなそれぞれに自分の思ってることがあって、なんか大事なものがあってっていうか、なんかこいつが悪者とか、こいつは悪いやつだとかっていうのじゃなくて、なんだろうな、そう、みんな大事だみたいな気がして、私は本を読んだ時に、昔だいぶ前に読んだんですけど、私も初めて読んだのは高校生ぐらいの時だったんですけど、すごくいい本だなと思って、だからなんかそういうのを感じてもらえたらいいなって思います。入団して、私が入団する1年前の作品で、入った年にもう再演がありまして、その時からもうずっとセンターコーナーをやっていて、あ、そうなんですか。で一番最後、もう十何年前にもう死んだ正門を扉座でやって、最後、それから新しい死んだ正門が一つあったんですけど、私たちがやった死んだ正門の一番最後で、まあ、おばあちゃんの役を一回やったんですけど、それまでは結構選択困難時代が長かったのね。多分基本的な線は変わってなくて、それこそその人の個性に合わせた演出というか、で、まあ、20年前はバブルだったので、バブルの時に地上げでっていう話が、まあそれちょっと変えないで、それで思ったのは、今世の中は不景気なのっておばあちゃんがボケる芝居があるんですけど、はい、今不景気なのってちっともボケのセリフにならない、うん、みたいな感じですよね。それがカットになってることが20年経ったんだ。時代の経過をそこに感じました。はい、そういうこともあり、あとはそれこそ何でもありのお芝居なので、それはもう役者の個性でいろいろ変わっていいことだし、時代で変わっていいところもたくさんあるので、それはそれで芝居って生き物だなって思います。はい、私は4月の27日から5月の2日まで本田劇場で、はい、劇団若獅子という新国劇が解散して、その後続けている劇団があるんですが、そこで丹下左膳のお芝居に出させていただきまして、それは大阪の松竹座で、24日あたりに初日を開けるんですが、東京は、27日から5月2日までございますので、時代劇ですが、はい、はい、また活躍で、8月の、7、8、9、3日間だけなんですけど、タックス1179っていう劇場で、ハッピー圏外っていう劇団のニコニコさんが泣いた日っていう、お芝居をやるんですよ。はい、でなんか、何でしたっけ、かわいそうな像っていう絵本があるんですけど、はい、それをちょっと元にして、その戦時中の、動物園の話を人間がみんなつなぎきて動物の役をして、やるっていうのがあって、それがそこのハッピー圏外って劇団のもうだちょっと 3,4 年前にやって、長野でもやって、もうすごいなんかいいお客さんの反応をもらえたお芝居だったので、それをまたやるんですけど、そうです、楽しみですね、はい、それちょっと私もすごい好きな本なんで楽しみ、ぜひ見てほしいです。はい、ありがとうございます。はい、どうも今日はありがとうございました。